アスがレッズに1対4で敗れ、2019年以来の5連敗を喫した。試合後、かぶっていた帽子を脱ぎ、デイブ・ロバーツ監督は大きなため息をついた。直近の5試合で得点力が低迷、2日間でわずか2得点という状況だ。クラブハウスでは沈黙が漂い、いつもの笑い声は聞こえず、ロッカールームは重苦しい雰囲気に包まれた。フリーマンは、まだ5月だ。野球だから、162試合ある。2週間前は毎試合勝っていたよ、と前向きに語ったが、その声もクラブハウスに反響していた。指揮官は、準備不足が原因ではないが、結果が伴っていない、と本音を漏らし、ファンの期待は大きい。特に、大谷翔平やその他の高額契約を結んだ選手たちには期待がかかっており、少しの不調でもすぐに指摘される状況だ。メッツとの3連戦が控えている。ドジャースは辛抱強く立ち向かうしかないが、厳しい声やチーム状況を払拭するためには、彼らの活躍が不可欠である。今の大谷は、怪我を治すこと優先で休んでもいいのでは？ドジャースとしては勝負は秋やし、まだリハビリ中の体だし無理してほしくはないわ。フリーマン選手みたいな人がチームには絶対必要だと思う。実力があるし活躍してるのもちろんそうやけど、チームのために雰囲気を良くしようとする人は成績以上に貢献していると思うわ。選手にもその年、その年で波はあるし、お金をかけて選手を集めてるチームより、数年かけてチームが乗ってきたってチームの方が勢いがあって勝ち進んでくって結構あるもんな。どんなチームも連敗はある。まだ中盤に入ったばかり。ここからまた当たりを取り戻せば、まだ余裕がある。連敗中はとにかく自慢の打線が、打てていないことが一番の敗戦要因や、早く立ち直ることを祈るで。打つための必要以上に体作りをしすぎたのかもね。イチロー選手もかつてそうだった。牽制球を当てられハムステリングを痛め、三塁打ではサードとクロスプレーで頭を叩かれる。なんかムードが良くないわ。これ以上怪我をさせない、悪化させないために休養が必要やで。